ヨーロッパ東部。今回はヨーロッパの小国モルドバ、謎に包まれた自称独立国家沿ドニエストル共和国の映像をお伝えする。キエフ中央駅でございます。はい、これからモルドバに向かいます。夜行列車、寝台列車です。はい、オデッサのバス停です。これからモルドバに向かいます。はぁ、寒っ。第76カ国目モルドバの前にモルドバについて少々。人口268万人、ルーマニア語でモドバ、九州よりちょっとだけ小さいぐらいのヨーロッパの小国です。日本語でモルドバと聞くと、あの海が綺麗なところねと言われてしまいますが、それはモルジブじゃ。公用語がルーマニア語という通り、モルドバはもともとルーマニア人が住むモルダビア公国という国だったこともあり、民族も文化もほぼルーマニアと同じです。旅人の間では治安がいいが何もないと言われていて、僕がウクライナの宿で会ったモルドバ人に、これからモルドバに行くんだけどなんかおすすめあるって聞いたら、マジで何もないという回答が返ってきました。フィバランキング177位です。そしてモルドバの次に行く沿ドニエストル共和国、ここで一気に説明しちゃった方が分かりやすいと思うので簡単に説明します。自称独立国家という通り、独立を宣言してそれ以降ずっと実効支配を続けていますが、国際社会からは認められていません。ソ連時代に工業が栄えたエリアで、モルドバ経済の重要なエリアなので、モルドバとしては独立されると非常に困ってしまいます。なぜ独立したかっていうと、ちょっと複雑な歴史が絡んでいて、この辺りはロシアとオスマントルコ、ソ連とルーマニアの国取り合戦に巻き込まれて、過去にいろんな国に併合されました。今の紛争の火種となったのが第二次世界大戦ちょっと前。このエリアはドニエストル川から西は大ルーマニア、東がモルドバ自治社会主義共和国というソ連だった時期がありました。その時にソ連は国境地帯であるこのエリアにロシア人、ウクライナ人をたくさん移住させました。第二次世界大戦後、モルドバ全体がソ連に入って、今のモルドバの形になります。そしてソ連崩壊後、モルドバは独立。だけどモルドバの中にはドニエストル川から西側の住民の大半がルーマニア人の元大ルーマニアだったところと、ドニエストル川から東のウクライナ、ロシアからの移住者が多い元ソ連だったエリアがあるので、西側はヨーロッパと仲良くしたい、東側はロシアと仲良くなりたいとなって衝突が勃発します。そして東側は独立宣言をして実効支配を続け、今に至っています。ドニエストル共和国は2021年現在、国旗にハンマーと鎌が入っている唯一の国家です。こりゃ複雑だ。旅行者として注意すべき点は、モルドバから沿ドニエストル共和国に入るときはモルドバの出国スタンプを押されません。だってモルドバとしてはドニエストル共和国はモルドバの一部なんだから、出国するっていう概念がないですからね。僕はドニエストル共和国からウクライナに出るときに、このスタンプ問題にイチャモンをつけられて賄賂請求をされました。ただ向こうももらえたらラッキーぐらいの気持ちで言っているので、英語がわからないふりをして日本語でずっと知るかボケと繰り返してたら5分で解放されました。入りました。キッシュドに向かってます。はい、モルドバの首都キシナウにやってきました。何があるかちょっと分かりません。一応宿の店員さんに、この街の見どころは何ですかと聞いたら、はっきりとした口調でないって言われました。宿の店員らしからぬ発言です。まあ確かに歩いてても何か目につくものっていうのは特にないですね。ヨーロッパの超小国です。国会議事堂っぽいものがあります。それがあとミニ凱旋門、教会あります。こんなもんか。大きな公園にやってまいりました。何もないけど、若干ですが、俺一体ここに何をしに来たのか感があります。はい、ということで見どころがないので、ローカルのご飯を久々に食べてみたいと思います。はい、宿の姉ちゃんに教えてもらったモルドバ料理です。
結構美味しそうですね。はい、市場を見つけたので軽く取ります。生活用品、そんなもんですよね。最近全然こういう市場でサッカーのユニフォームも見ないんですけど、規模はまあまああります。物価は結構安いですね。抜群に安いです。大体生活用品とか文房具とかちょっとした家電製品も売ってるけど、まあ、マーケット久々だからちょっと楽しいですね。この大通り1本、公園が何個かあって市場が1個、まあ、人が住む環境として全く無駄がないですね。以上です。第77カ国目沿ドニエストル共和国の前にドニエストル共和国について少々。人口47万人、ルーマニア語でトランスニストリア。さっき説明した通りです。 FIFA ランキング、この国は未承認国家なのでございません。はい、トランスエストリア共和国に着きました。一応何もないところで駅の前ですけど降ろされました。一応モルドバから、まあ、事実上独立してるらしい独立国家ですが、ただここ来るまでに国境はありました。モルドバの出国スタンプは押されていません。そしてこの国の入国スタンプも押されてません。まあ見事なほどにお店もないですね。滞在時間が限られてますが、ちょっとだけ見て回ります。なんか住宅街しかない感じですね。一応 Google マップで地図を読み込んできたんですけど、それによると一応ここが一番街の中心通りなんですけれどもって話ですよね。これ多分小学校かな。ちょっと日本の小学校っぽいですね、この遊具が。一応ベンツのディーラーがあるとのことです。はい、結構こういういろんなとこにあるけど、この教会、これが結構一番の見どころになってしまうような、そんな街です。フリーマーケットみたいなやってますね。多分物価安いからものすごい安いんでしょうね。まあ、洋服とかそういうのが中心ですね。一応これが多分街の真ん中でしょうね。すごい大きな広場です。街頭テレビもあります。一応映画館もあります。一応市場もあります。食料品市場。まあ冬の住宅街でございますが何もないです。全然近代化されてないようなところが逆にいいというか、なんかね、YouTube でソ連とかの動画見ると結構こういう景色だった気がします。団地の中を見て回るのがまあまあ楽しいです。野良犬野良猫がちょこちょこいるんですけど、自分も小学校の時にこんなような感じの雰囲気のところで鬼ごっこしてたような気がするんですよね。まだなかなかのボロさで、やっぱここは若干その騒音の中でも時間が止まってる感があります。ほら結構窓とか割れちゃってますからね、一般家庭。まあ久々のこの住宅歩き、まあまあ楽しいですね。
中心の方に見どころがないっていうのもあるんですけど、この古くてボロい住宅街結構楽しいかもしれないです。うん、という感じのトランスエストリア、ドニエストル共和国、まあ、結構満足でした。次回はドバイ。冬を避けて南半球に逃げる途中に立ち寄りました。砂漠の中に忽然と現れた巨大なビル群、冬の旧ソ連から夏のアラブという環境の変化に戸惑いを隠せません。次回、オイルなマネー、お楽しみに。もしこの動画が面白いと思っていただけましたら、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。本当めちゃめちゃ嬉しいです。また今後も世界の情報を発信していきますので、よろしければチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。